記者コラム、ターフビジョン。6日に三保で開業した千葉直と森一世の両長教師を取材する機会があり、興味深い話を聞いた。それは旧社のエンブレム。競馬場でも出走場の馬服、メンコなどにエンブレムが入っている旧社が多く、ファンの皆様も見る機会が多いはず。そのデザインになった由来の話だが、千葉市はフクロウがモチーフ。 これは先日の原稿でも少し書いたが、神馬ともに苦労のないように、360度見渡せるように、と願いを込めたものだ。もう一方の森和九社は青と円字のカラーの中に、日の丸が入ったもの。森和氏は、2004年に三保の堀九社に厩務員として所属してから同九社一筋で活躍してきた。サリオス、ロックズ幹部。 アリゼオなどの活躍場を担当。サリオスについては思い出も多く、無敗で2歳王者になって、サツキ賞、ダービーと向かっていきましたが、その時はアリゼオでの経験が生きていたかな、と振り返った。話は戻るが、日の丸については、将来は国際レースに管理場を出走させて、日本を代表するような馬を作っていきたい。 その思いでエンブレムに取り入れた師匠は世界に名を馳せた敏腕トレーナー。美穂ではもう一人の矢島大樹調教師も、凄ご腕揃いの手塚厩舎で多くを学んだ。今年の美穂の新規開業調教師も精鋭だ。